どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと、はい。今回はですね、ワンピースの話、したいと思います。虹色映像の方ではね、いろいろ本日のワンピースっていう感じで、やったりとかしてましたが、まあそれはもうちょっとやめて、今後はちょっと音声でやったり、もしくは最近、再配信したワンピースを語る会、まあだいぶあれは古いですけども、あんな感じでワンピース好きが集まって話すときは映像でっていう感じでやっていこうかなとは思っておりますが、まあワンピース気になることはたくさんあります。ここでワンピースの気になることを全部話すとかなり長くなるので、まあそういうのはなしにしてね、まあいろいろありますよ。青生地のことだったりとか、ジュエリーボニーだったりとか、革命軍はどうなったとか、今だったらこう和の国のこととか、こういう予想がつくんじゃないかとか、そういう話はいっぱいできますけども、ある程度限定して話していこうかなと思います。で、今回は表紙ワンピース、僕はもう単行本派なんで、コミックス派なので、本の話しかできないんですよ。アニメとかは一切ちょっと見てないので、まあ、コミックスの表紙と、あと扉絵ですね。そこちょっと気になったところを、未だにちょっとまだ謎だっていうところを話そうかなと思います。じゃあまずは最初は表紙ですね。はい。で、まあ重複してるのもあるんですけども、まあ皆さんも忘れてると思うんで、まあ見てないのもあるかと思いますが、コミックスの20巻ちょうど、アラバスタど真ん中ぐらいなんですけども、20巻の表紙、覚えてますか？写真ね、出しますけども、こうルフィとかね、クロコダイルとかビビの父ちゃんとかがこう立ってますけども、これ、あ、ちなみにですね、ネット人の情報とかあんまり入れないで今後はしようかなと思います。僕個人が気になったっていうだけで、ネットから分かっちゃったとか、ネットでこう言っててこうかもしれないとかっていう時はちゃんと言いますんで、一応。で、この20巻の、僕が気になってるのはこの20巻のルフィの影なんですよ。なんかルフィの影っぽくないっていうのが僕の勝手な推測で、これはなんかやっぱ D の一族って言われてるから、それなりのこう祖先のこう面影みたいなものを実は表してるんじゃないかなと思ってます。だから後ろだとこういう風になっちゃうのかわかんないけども、なんかルフィっぽくないな、なんか変にかっこいいというか、これはもしかしたらわざとなのかもなーってぼんやり思ってる。これがまず一つ。あと、ワンピースを語る回でも言ったんですが、ドフラミンゴですね。ドレスローザ編はまあまあ長くて、長期にわたって、連載されてましたが、そんな中でもドフラミンゴが表紙で出ること結構あったんですよ。今出てますけど、70巻、73巻、77巻、79巻と、ドフラミンゴ出てますけども、なのに、即表紙、あるじゃないですか、うん、あそこってその時の、まあ、重要じゃないけども、まあ、ルフィだったりとかね、麦わらの一味の誰かだったりとか、その時の敵だったりとかっていうのがこうチョイスされるんですけど、ドクラミンゴは一回もチョイスされなかった。これ俺ちょっと結構重要人物だと思うんですね、ドフラミンゴって。なのにここでは出なかったっていうのがすごい疑問で、マジでここだったらもうドレスローザ編ではボスだったのに一度も出なかった。だからもう一回ボスとして出てくることはないとは思うけども、やっぱりこう天竜人の末裔っていうのもあって、やっぱ重要人物だから、今後の、まあ、天竜人の、深い話になった時にまた出てくるんじゃないかなと、その時にこう即拍子になりうるんじゃないかなとは思っております。はい、これが2つ。続いて扉絵なんですけども、これはまあ結構有名なんですよね。もう62巻の614話の、やっちまったもんはしょうがねえっていうタイトルの時の扉絵が、世界の甲板からっていうので、風車村の牧野さんが赤ちゃんを抱っこしてるんですよ。子供を産んでるんですね。で、その時のタイトルがやっちまったもんはしょうがねえ。それは扉絵に対してのタイトルじゃないけども、これは小田先生が、ちょっと洒落たつもりで、こう意味深な感じで書いたんじゃないかなと言われております。で、僕もそうだと思って、いて、まあ僕はエースの子じゃないかなとは思ってるんですよ。うん、個人的な意見ですけどね。
それは黒ひげを追ってた時にエースはここに立ち寄ったんじゃないかなと。それでやっちまったもんはしょうがねえっていうことで子供ができたという感じじゃないかなって思ってます。はい。で続いて64巻の、631話のギョンコルド広場、まあタイトルは別にどうでもいいんですけど、まあこの時のクロッカスさんですね。クロッカスさんと和の国の傘をかぶった後ろ姿の誰かが、一緒にお酒を楽しく飲んでいる。ここやっぱ気になりますよね。これは一体誰なんだと。まあ考えられるのはロジャー海賊団の中の誰か、うん、まだ生き残りがいたかっていうことですよね。クロカスさんもロジャーのところにいたから、この時の仲間が会いに来てくれたか。でも僕はブルックのルンバー海賊団、そこの船長いますよね、陽気。あの人って死んでないんですよ。つか死んだって描かれてないんですよ。船長は病気になって離脱してるんですよ。船から降りてるんですよ、病気を治すために。で、それ助かったかどうか描かれてないんだけど、もしかしたらその人かもしれないっていうのが僕の予想です。助かって、もう年だったら、ブルックって今確か90なんですよ。で、陽気船長がブルックより年上か年下か分かんないけども、まあ、生きてても別に不思議ではない年齢っちゃ年齢なんですね。だいぶ落としたけど、クロッカスさんが70いくつだから、まあそれよりちょっと上みたいな。これ会いに来たんじゃないかって。で、クロッカスさんの後ろでラブーンが嬉しそうにこう笑ってるっていうか、口開けてる。だからルンバー海賊団の一人が来てくれたっていう絵なんじゃないかなと僕個人的には思います。まあ、真実は何なのかね。これ全く予想外れてるかもしれませんが、まあ気になった表紙と扉絵は、以上でございます。また、気になった箇所、まあ部分部分で、喋っていこうかなと思いますんで、またいつかのワンピースの話、楽しみにしててください。以上でございます。